はい。今回は、これを求めていると、いい人間関係は作れないということで話していこうと思います。これ結構求めてしまっている人が非常に多かったりするので、えー、かなかなかいい人間関係作れないなとか、いい恋人ができないなっていう場合は、ここを改めてほしいなというふうに思います。でこのチャンネルでは、そういった生き方、考え方とか、コミュニケーションとか、そういった部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。 まず、まるな人が理想っていうのってすごく多いと思うんですよ。例えば、女性で言うと、誠実な男性が。 いいなとか、優しい男性がいいなとか、収入がある男性がいいなとか、男の人だったら、可愛い女の人がいいし、とか、えー、自分ばっかりこう主張するような女の子じゃなくて、男をちゃんと立たせてくれるような女の子がいいなとか、なんか清楚な女の子がいいなとか、おしゃれな女の子がいいなとかって言って、自分の理想っていうのがたくさんあると思うんですよね。でも、そういう人のことは求めるんだけども、多くの場合、自分のことを磨かない人っていうのはめちゃめちゃ多いんですよね。だから、こういった女の人がいいよって言ってるような、いや、お前どの 口が言ってんだよっていうのはだっよくいるじゃないですかそういうことになってしまっている人が非常に多いわけなんですよね、えー、だからそういう風にですね自分が求めているものと自分の在り方っていうののバランスが非常に悪い人っていうのはやっぱりいい人関係を作れる人ではないんですよね で大事なのは人を評価する目ではなくて自分を律することだと思うんですよねつまり自分がどうあるかの部分の方が意識を向けていくべきだなというふうに僕は思うんですよ例えば、えー、この人は信じられる人なのかなということを考える前にまずあなたが信じられる人間になりなさいっていうことなんですよね他にも例えば、えー、この人って自分のことを裏切らないかなっていうふうに考えるとじゃあ裏切らない自分になれてるかなっていうことを考えるっていうことが先なんですよね あとは、まあ、助けてくれるのかな、この人、と。自分はピンチの時に、今度助けてくれるのかな、みたいな時に、いや、逆に自分は助けられるのかな、っていうことを考えられる。こういうふうに、相手が何をしてくれるかなとか、相手はこういう人なのかな、っていうことを見るんじゃなくて、常に、自分はどうあれるかな、自分はどうなのかな、っていう部分に意識を向けていくっていうことが非常に大事なんですよ。 これが非常に大事なんですね。つまり、相手に何かを求めているときっていうのは、人間関係でうまくいかないんです。なぜかというと、相手にばかり、注文を押し付けるような関係になってしまうからですね。自分が磨こうという意識がないからなんですよ。でも、自分を先に磨いちゃうとどうなるかっていうと、そのレベルの人と付き合えるようになったりとか、そのレベルの人たちと接点があるようになってくるわけですね。だから、あ、これだと,と話し合うなっていう人がどん,どんどんどん変わってくるんですよ。どんどんどんど、んレベルの高い人に変わっていったりとかってするわけなんですね。で、 こういうふうに人を評価して自分はこの人がいいなこの人がいいなって選ぶんじゃなくて自分が上がっちゃって勝手に選ばれる人間になっちゃった方がいいよねっていうことなんですよこういうふうに人を評価するんじゃなくて自分を律する自分の在り方を変えていくっていうのがめちゃめちゃ大事だということなんですねだから相手に求めるのではなくて 自分はどう生きられているのかなとかっていう部分を考えた方がいいんですよ。自分はどう生きられているかな。自分は人を助けようと思えているかな。自分は人を裏切らないかな。自分は人に対して魅力的で荒れるかな。そういう風なところに魅力って生まれてくるんですよ。あ、この人は自分を変えようとしているなと。えー、この人は自分を成長させているなと。この人は 人に何かを求めたりとか人に何かを押し付けるんじゃなくて自分がどうあるかに意識を向けられているなっていう風になってくるわけなんですよするとそこにどん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 魅力っていうものが生まれていくわけなんですね。 だから、僕が結構普段仲良くさせてもらってる人とかも、人に何か求めるっていうよりは、自分がこうしようっていうことを常に意識している人なんですよね。だから、なんかこう、人、この人は何かしてくれるかじゃなくて、自分がこの人に何かしてあげられないかなって考えてる人なんですよ。だからそういう人たちって、ちょっとしたことでもすごい気を配ってくれたりとかってするんですね。で、そういうふうに気を配ってくれるから、こちらとしてはどうなるのかっていうと、この人にもっと何かしてあげたいな。 僕からも何か返してあげたいなってなってくるんですよ。すると、どん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 会うたびに親切なことをお互いがしていったりとかして、その結果どん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 ね、こう仲が良くなってくるっていうことが起こるんですね。なんかよく人間関係はそういうふうな気を使わないような関係が一番いいんだみたいなことを言われがちなんですけど、それって最,最低限の礼儀っていうものがある状態でですからね。だからもう自分が相手にもたれかかっていく、もたれ合うっていうのは、 え全然、それはいい関係になっていかないんですよ。むしろ、自分と他人を同一化していってしまって、関係を壊していってしまうんですね。だからよく近づきすぎて壊れてしまう関係ってあるじゃないですか。なんか言い合いとか多くなるとか。ああいうのは礼儀を忘れてしまった状態なんですよ。だから、大事なのは、仲良くなりつつも相手への気配りというものを忘れない。その循環を忘れないっていうのが、めちゃめちゃ大事なんですよ。親しき中にも礼儀ありですね。 これっていうのが非常に大事なので、でそういう風にね、しっかりと相手に届けていける、相手に対して自分が誠実であれるっていう風なことを意識していくだけで人間関係はどん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 いい回転をしていきますし、恋人とかもね、いい人とどん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 付き合えていけるようになると思いますので、なのでぜひね、相手のいいかを求めるんじゃなくて、自分がどう生きられているのかっていう部分に意識を向けていただけたらなという風に思います。でこういう風に自分の生き方とか考え方とかね、自分がどういう風にあるかとか、そういった部分を変えていくことによって、 えー、周りとのか、えー、関わり方とか接し方が変わってくるっていう状態を、まあ、インサイドアウトっていう風に言うんですけどもこういう風にですね自分の中身っていうものを変えていくだけで外との、えー、やりとりだったりとかシンプルに自分が人を見る目とかが変わってくるんですよねやっぱりそうなってくると人との話し方とか接し方って変わってくるじゃないですかそうやってどん,どん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 人との関わり方とかね、まあ、仕事の成果とかっていうのは変わってくるわけなんですけどこういう風に誰かを変えようとか誰かをテクニックを動かそうとかじゃなくて自分を変えようって する方が自分は成長していけるし。で あらゆる場面でね、あらゆる場面で円滑に人間関係を築けたりとか、どんな仕事をしても成功したりとかっていう風な感じで、ね、自分の自力が高くなっている状態なので、いろんな問題に対処できるようになるんですよ。で、その結果、人といい人間関係を築けて、いい仲間が集まってきてっていういい循環がね、どん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 起こってくるので、そういう風にね、いい循環を起こしていけると増やしていきたいなっていう風に思ってます。なので、まあ最近はね、結構人に傷つける言葉を発したりだとかね、人を動かす個性主義のテクニックとか、そういったものがめちゃめちゃ流行ってたりするんですけど、でもそうじゃなくて、 本当に僕たちっていうのは人に優しくしたりとかね、えー、自分自身を高めて人に何かを届けていったりとかっていうので輪を作っていくのが大事じゃないですかそうやっていろんな人がいろんな人に与えていくような輪を作っていくことの方が人を傷つけるような世界はもう絶対いいと思うんですねなのでそういうふうに僕は自然体で人にどん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 与えられるっていうと増やしていきたいのでそういう気持ちを込めてメールコミュニティっていうのをやってます概要欄に URL 貼ってあるのでぜひ参加していただきたいなと思いますで毎日こんな感じで動画もアップしていけるんでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします お願いしますありがとうございました。